どうもこんにちは、本田です。それでは先ほどの問題の復習問題を解いてもらいます。過去1、5人を2組に分ける場合の数は何通りになりますか？過去2、5人を3組に分けたとき、 A さん、B さんが違う組になる場合の数は何通りになりますか？一旦一時停止ボタンを押してもらって、この問題にチャレンジしてください。3秒後に解説を始めます。お願いします。はい、すか、どうかな、できたかな。じゃあやってくね。過去1から5人を2組に分ける場合の数は、これはさ、組に区別がついてないんだけど、一旦組に区別をつけた形で分けてみるんだよね。まず5人の登場人物を A、B、C、D、E として、さらに組を X 組、Y 組って分けたときに、 A さんっていうのは X 組でも Y 組でもどっちでもいいわけだから、 A さんは2通りの選択肢がある。 B、C、D、E においても誰がどっちの組に行ってもいいから、全員に2通りの選択肢があるから2の5乗で32通り。ただし、こんな風に一箇所に固まっちゃうパターンっていうのは2組に分けたことにならないから、 X にみんな行っちゃったパターン、 Y にみんな行っちゃったパターンの2通りっていうのを32通りから引いてあげて30通り。さらに今は2組に分ける場合の数を聞かれている。組に区別はついてない。組に区別をつけて考えると、同じ分け方に対して X と Y を入れ替えたものっていうのを分けてカウントしてしまうことになるから、区別をつけた30通りから区別を解除するために2の解乗で割る。で、答え15通り。これが答えになるわけだ。 OK。じゃあね、括弧に5人を3組に分けたとき、 A さん、B さんが違う組になる場合の数は、これは図を書いて考えると、まず3組に対して A さん、B さんが違う組になる場合の数を聞かれてるから、この時点で A さんと B さんは別の組に入れてあげよう。そしたら余った C さん、D さん、E さんっていうのをこの3つの組のどこに入れればいいかっていう問題になるんだよね。そしたらさ、今組に区別はついてないんだけど、 A さんがいる組、 B さんがいる組、誰も入ってない組という意味でさ、組に区別をつけることができるんだよね。だからさ、 C さんっていうのは A さんの組に入るパターン、 B さんの組に入るパターン、誰もいないところにまず入るパターン、この3パターンも迫られてるわけだ。 D さん、E さんも同様だから、結局3人に3通りの選択肢が与えられてるわけだから、3の3乗で27通り。ただし、こんな風に誰もいない組ができてしまうと3組に分かれたことにならないから、こういうダメパターンっていうのをさっきのところから引き算してあげなくちゃいけない。今回のここは空っぽになるというダメパターンっていうのは、この組を無視して考えてあげれば導き出すことができる。この組を無視すると、 C さんっていうのはこっちかこっちの2通りの選択肢だから2通り、 D さん、 E さんも同様、ここを無視してあげればどっちも2通り、ということで掛け算して8通り。これがダメパターン。ならさっき出した27通りからダメパターンの8通りを引いて19通り。これ答え。 OK ですか？常に自分の考えた計算式っていうのが漏れとか穴がないのかっていうのを意識して問題を解いてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。